いや、これからどうなっちゃうんでしょうね。なんかね、富裕層っていうか、稼げる人とか力のある人が、こんな国で社会保障を負担させられてるんじゃバカバカしいなって感じで、日本を離れることっていうのは、これからも進むと思いますよね。要は10年前とか20年前に比べると、日本人が海外に行って、で、海外の人が日本の商品がね、商品が安いから、サービスが安いからって来るって例って、圧倒的に増えましたよね。それはいい面もあるんですけども、ただ長い目で見るとすごくね、危機的な状況ということになります。つまりは日本を支えられるような力のある人が日本を離れていって、日本から支えられているようなね、一方的に恩恵を受けている人が日本にはびこるわけですから、そうなると、例えば外国から来た一つの勢力がですね、日本人を、そして日本という国を買収するのが非常に簡単になるわけですよ。だから賢い人とか力のある人とかお金のある人が日本を離れちゃうのっていうのは、個人的にはいいことなんですけども、ただ日本という社会で見るとものすごいね、人材の流出っていう意味でもう危機的状況なわけですよね。で、やっぱこう自分で考えていかないといけない、何もかも。そういう時代に入ってきたんだと思います。で、会社に行くと、とりあえずはやるべきことが自動的に教えられるわけですよね。商品はこれ、お客さんはこっち、セールスの文言はこれ、みたいな感じでマニュアルがあったりするわけですよ。で、多少自分で考えることも求められますけども、ほとんど考えなくていいですよね。しまいには結果が出なくても給料が入ってくるんで、だんだん大変なことはやらなくなるんですよ。で、会社の方針が合わないとかね、会社のやり方がおかしいとかっていうふうな、何かのアクションに対して批判はするんだけども、でも何もないところから自分で何かを考えるってことができなくなってきます。ここでですね、亀岡龍太郎さんのある伝説の番組のことを思い出すんですよ。それは X テレビという番組で、出演者は亀岡龍太郎さんただ一人、スタジオには何もなくって、ただ亀岡龍太郎さんが座る椅子があるだけ。そんなオープニングで1時間たった一人でやれっていうふうに言われて、1時間喋りきるわけですよ。しかもその話の内容がとっても面白い、勉強になる、ためになる、未だに YouTube で再生されていると、伝説の神回と言われてますよね。いや、こんなね、やり方ってのは本当にね、一人の能力が普段と同じ視聴率をつなぎ止めてるわけですから、言ってみればね、神岡龍太さんが一人がいれば、テレビは成り立つってことになっちゃったわけなんですよ。で、他の出演者、スタッフ、大道具、小道具、全くいらなかったよねっていうふうなことが、そこではっきりした回だったんですよね。じゃあ今ね、会社に勤めてる方、神岡龍太もそう、さんもそうですけども、会社に勤めてるという形で、仕事をしてますけども、何の課題も与えられずに、ただ売り上げだけを立ててこいって言われたらどうですかね。視聴率だけを上げてこいって言われたらどうですかね。ほとんどの方はできないんじゃないですかね。指示がなければできませんって怒り出す始末じゃないですか。でも本来、自分でやる、稼ぐってことは、自分で考えるってことは、そういうことなんじゃないかなと思うんですよ。何も課題が与えられてない。結果も求められていない。でも、時間と環境が与えられたら、その中から自分の値段を叩き出す。これが考えるってことなんじゃないかなと思うんですよ。泣いても笑ってもね、今日の売り上げが立たなければ、もうおまんまの食い上げなわけですよ。文字通り。インターネットの接続代だって払えなくなりますよ。で、そうならないために、自分のランニングコストを自分で考えて自分で稼ぐ。これ別に特別なことじゃないと思うんですよね。でも、自分で生きるってことを前面に出していくと、優生思想だとかね、弱者救済だとか言ってからね、叩かれちゃうんですよ。その世論に負けそうだから、アクセスを稼ぎたい立場としては、なるべく耳障りのいい言葉を発信するっていうことになっちゃうんですよね。だからね、金持ちはけしからんって言った方が多くの人の支持を与えられるんですけども、いや、金持ちは素晴らしいんだよと。金持ちがこの国から出ないように、金持ちをもっともっともてはやしましょうってやると、おい、媚び売ってんのかよ、この野郎。ちょっと金持ちになったからいい気になるね、とこうなるわけですよ。じゃあ本当に正しいのはどっちなのか、それこそ自分で考えないといけない時代ですよね。それでは。